はい、皆さんこんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の考察は、スクラッチの正体が誰なのかを完全に解明する動画となっております。まず、こちらの映像を見てください。このテキストは、シーズン10の終わりから、チャプター2が始まるまでのタピオカの画面の時に、画面左下にひっそりと出ていた文章です。この文章を送信したのは、セブンのメンバーの一人であるビジターであり、 この文章に何が書いてあるか簡単に説明すると、ビジターたちセブンは今まで秘密裏に行動していたが、ループから脱出するためにゼロポイントに隕石をぶつけてゼロポイントを爆発収縮させたので、いろんな人たちにゼロポイントの存在がバレてしまったと。これによりエージェントの抵抗に遭うことが予想されるので D4 チームを緊急収集して派遣しましたって書いてあります。 ここで言うね、エージェントはカオスエージェントのことなので、要するにビジターたちセブンはカオスエージェントたちに隠れてゼロポイントを抑えていたんですけど、ゼロポイントのね、爆発収縮によりゼロポイントの存在がカオスエージェントに見つかってしまったので、D4 チームを緊急に集めて派遣したと言っています。ここで注目してほしいのがこの文章です。我々の最高の編集済み D4 チームが緊急収集され投入された。 なんとなく日本語が変だと思いませんか編集済み D4 チームってなんやねんってなりますよね。自分はね、ずーっとここの日本語が変だなと思ってましたので、ここでね、英語版のフォートナイトの原文を調べてみました。英語の原文はこのようになっており、編集済み D4 チームの箇所が、Reducted D4 チームと表現されてます。r e d テ c t e d を Google 翻訳かけると、確かにね、編集済みと出てきます。 ここでは一旦ね、編集済み D4 っていうのが、フォートナイト公式の英語の方にすると、リダクテッド D4 となるっていうことだけを頭の片隅に残しておいてください。そしてね、ここで一旦場面は変わります。このね、チャプター2シーズン1の新マップにおいて、一番怪しい場所とも言える、大きな黒塗りの扉のところに行ってみましょう。ここでね、注目していただきたいのが、まあ、この扉自体もなんですけど、この 大きな扉がある、このランドマークの名前です。このランドマークの名前は、黒塗りとなっております。黒塗りといえばね、最近ソルティースプリングスとかで、雪だるまたちが暴れていた家の前に停めてあった、あの3台のね、黒塗りの車が思い浮かぶ方もいるとは思いますが、今回はね、このランドマーク、黒塗りの英語版の正式名称を見てみましょう。設定からね、言語を日本語から英語に変えます。 そして、もう一度、先ほどの大きな黒塗りの扉へ向かってみます。すると、このランドマークの名前は、リダクテッドそう。これは、最初に説明した、ビジターが派遣した D4 チームの名称。リダクテッド D4 チームは、編集済み D4 チームではなくて、黒塗りの D4 チームだったのです。では、なぜこのような翻訳ミスが起こってしまったのか もしかするとね、これは翻訳ミスではなくて、フォートナイト公式さんがプレイヤーたちにネタバレさせたくないために、あえてね、こういう翻訳をした可能性もあるんですけど、多分ね、自分はこれをあえてこういう編集済み D4 チームって訳したのではなくて、これはね、多分、フォートナイトの日本公式さんの翻訳ミスだったんじゃないかなと考えてます。その理由はね、このリダクテッドという単語、確かに、 編集済みとか訂正済みっていう使い方は間違ってないんですよ。ただし、海外では文章を黒塗りで編集したり訂正したりする、こういった文章のことをリダクテッドされた文章って言います。ここで、もしもフォートナイト日本公式さんの翻訳する人がね、リダクテッドっていう単語を知っていても、 リダクテッドされた黒塗りの文章のこと、要するにリダクテッドが黒塗りっていうことを知らないと、ここをね、編集済み D4 チームってしてしまうことも仕方ないのかなと思います。なので、ここの翻訳、リダクテッド D4 チームは、編集済み D4 チームっていう日本語訳は間違っていて、黒塗りの D4 チームっていうね、そっちの日本語訳の方が正しい翻訳なのではないでしょうか。そうすると、これまでの考察が、 根底から覆ってしまいます。ビジターが緊急収集したのは、編集済みの D4 チームではなく、黒塗りの D4 チーム。何個か前の考察動画で、エゴ、EGO のマークに水色が入っている EGO のメンバーが4人。そして、e、EGO のマークに水色が入ってないメンバーが2人ということで、D4 チームっていうぐらいなので、エゴのマークに水色が入っている、ターク、ジャーニー、 リプリー、カメオ、この4人が D4 の正規メンバーではないかと考察していましたが、エイトボールのアルター側のスクラッチには今現在バグが起こって黒くなっており、そしてレメディには第3のスキン、パープルが登場しました。エゴのマークに水色が入っていない2人の方に何かとんでもないことが起こっているようです。そもそも D4 の正式なメンバーであるかもしれないと言っていたリプリーは、 ロード画面でスラープから生まれたとあります。ビジターが派遣した D4 チームなのに、派遣した先のスラープ工場で生まれたっていうのもおかしな話ですよね。ここで矛盾に気づいておくべきでした。ビジターが派遣した D4 チームは、8ボールかレメディでないかと考える方が正しいはずです。では、8ボールとレメディの2人が D4 チームなのか、どちらか1人が D4 なのか、もうわかりますよね。そう。 黒塗りの D4 チーム。黒塗りのスキンといえばエイトボールです。エイトボールのスキンについては、チャプター2シーズン1が始まった当初からおかしいんじゃないかと何度も自分は話していました。正義のエゴ側は白や明るい色、青や赤を基本としたスキンであり、カオスエージェント側のアルターは黒い色のスキンが基本にならなければならないはずなのに、なぜかエイトボールとスクラッチだけ色が反転していました。 そして最近起こったスクラッチのバグ。スクラッチが白から黒に色が変化しています。そしてこの黒に変化したスクラッチのバグスキン、どこかで見覚えがありませんか現在確定しているセブンのメンバーの3人、ビジター、サイエンティスト、パラダイムに非常に顔が似ています。黒塗りの D4 チームということは、チームなので1人ではなくて2人以上でしょう。では、 D4 の一人目が8ボールだとすると、二人目の D4 メンバーは誰かそう。黒塗りの D4 チームの二人目がこのスクラッチであり、このスクラッチは D4 というよりも、むしろ7のメンバーそのものであり、4人目の7だったのです。話をまとめましょう。シーズン10の終わりのワンタイムイベントにて、ループから抜け出すために、ビジターは0ポイントに隕石をぶつけました。 これにより、ビジターはループから抜け出すことには成功しましたが、カオスエージェントに0ポイントを発見されてしまいます。これはまずいと考えたビジターたちセブンは、新世界、要するに新マップに D4 チームを派遣します。ここでエゴに8ボールを派遣しただけではなく、なんとスクラッチをスパイとしてアルター側に派遣します。敵の中心に入り込むのですから、かなり危険なミッションであり、 いろいろな不確定要素に対応できる人物でないといけません。そんなことができるのは様々な科学技術を使いこなすことができるセブンのメンバーしかいません。そしてアルターはエゴの別人格をキューブの力によって作られたメンバーですのでエゴとアルターは対になってなければなりません。そこでアルターにスパイとしてスクラッチを派遣するとともにエゴ側にエイトボールを派遣したのです。この ロード画面を見ると、真剣にスクラッチを探しているタークとジャーニー。何かやばいなと感じているようなエイトボール。そしてそれを不安そうに見ているレメディ。もしかすると、スクラッチがスパイとしてアルターに潜入していることは、エイトボール以外の他のエゴのメンバーには知らされていない可能性が、このロード画面から見て取れます。そしてここで D4 チームの4って、 人数を表す数字でないのならば、一体何の数字を表しているのか疑問に思う方もいるかもしれません。考えてみてください。ビジターたちセブンは、裂け目を使い、自由自在にこの3次元の世界を行き来していますよね。実際の現実世界では、例えば1次元を自由に行き来するには、2次元に行くと簡単に1次元を 自由自在に行き来することができます。同じように2次元を自由に行き来するには3次元。そして3次元を自由に動き回るには4次元世界にいれば良いのです。そう。D4 チームの正式名称は4次元を表す Dimension 4なのではないでしょうか。はい。ということで今回の考察いかがでしたでしょうか僕はね、このスクラッチが セブンの4人目のメンバーっていうね、この考察、かなりの確率で当たってるんじゃないかなって自分で思ってます。ただね、ーえーと、この動画の題名多分あの、フォートナイト公式さんの翻訳ミスによりみたいな題名になってると思うんですけど、決してね、僕はね、フォートナイト公式さんをディスってるわけじゃなくて、本当にフォートナイトっていうゲームも好きだし、運営してる方々本当に応援してるんですけど、多分、多分ね、このビジターのあの、編集済み D4 っていう翻訳は、 本当にこれミスだったんじゃないかなと思ってるんですよね。で、ただね、そのミスみたいなミスなのか、 ミスじゃなくてわざとそうしたのかちょっとそこは本当にわからないんですけど、そのおかげって言ったらなんですけど、ちょっとこれ日本語訳おかしいから自分で英語の原文を確かめてみようっていうことでね、確かめてたら、ランドマークの黒塗りと同じ英単語じゃんっていうことで、この考察に至ったので、ありがたい翻訳ミスというか、まあミスミス言ってたら申し訳ないけど、どうな、どうなんだろうね実際ね。その辺ちょっと公式さんに聞いてみたいね。ちょっと教えてくれるかどうかわかんないけど、実際どうなのか知りたいところではあります。 はい。ということでね、いつも最後まで考察動画見てくれてありがとうございます。この前のチャプター2シーズン1の怪物が復活するんじゃないかっていう考察とか、レメディのパープルスキンについての考察ね、ほんと15万再生ぐらいどっちもいってね、ほんとにありがたい限りでございます。どうも、いつも見てくださってありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。おつでーす。